隣の国の王子もさ、顔取っとけよ。俺が手を下すまでもないな。偉そうにしている。邪魔だ。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ほい。じゃあ出発。早速出発。はい。もちろんこのメンバーで。僧侶の武器、杖を5種類集めよう。達成。だいぶ集まってきた。まあ、でも5種類やけんね。そして、カネピョンのところに行きたいんだけど、あっち側にはまだ行けないっぽい。これ、上の方に行ったら宝箱のとこ行けるか。わ、押さないで。意地悪はよろしくないよ。何か埋まってる気がする。お、それはもちろん掘るでしょう。よーし。もうこんなん掘りよったら確実にドロッドロやけどね、服。あれ、え、何も出てこなかった、マジで。いや、ほら、諦めずに。諦めずに。頑張ろう。まだ掘ろう。まだまだ。もうね、待ち寄るみんなが。お、MP 飴が出てきた。そんな土の中に埋まっとったようなもの大丈夫？食べるの。逆に MP 消費しそうやけどね。吸い取られていきそう。はい、来た新しい雷雲。よっしゃ、いけい。雲を相手にね、物理攻撃とかってなんかすり抜けそうじゃない？しかも雷雲やけんね。感電しそう。アンコール。お、初めての優しい行動を見逃さないで。見逃さないで。もう傷つけたくない。おお、感謝して帰った。しかし、経験値は？おっと。もう片方は見逃さないよ。いけ！よし。だってこれってさ、あれじゃない？ミートピアってさ、モンスターって基本的に、あれやろ？なんかこの、ミートピアの世界の、ミーたちから顔を奪っとるってことやろ？いや、見逃したってことは、顔が戻ってこない人がいるってことだからね。ねえねえ、なに？ MP 飴って大きすぎない？あんなに大きいと舐めるの大変で。私はいつも、丸の実ヘビか。へえ。いや、マジで。てか、どれぐらいの大きさか私もいまいちよくわかってないけど。どういう感じ？何の逆やねん。何の逆やねん。よし、これはもちろん宝箱の方向に行くでしょうよ。はい、迎え。目が覚めてきた。ほら、宝物の匂いがプンプンと。もう宝箱でしょう。どや。あったー、開ける。はい、中身は650ゴールド。ゴールド大事。よし、また3000円台。円じゃないね。3000ゴールド台に回復。もうそろそろかな、宿屋。誰かおならした？え、誰？誰なの？お、そろそろ着いた。イエイ。そして、おはよう。続けます。ん、なんか話しよる。はい、みんなの様子。アイナとさっちゃん、プレゼントを買ってきた。お、なんだなんだ？買ってみた。あげちゃえ。アイナさっちゃんにプレゼントをあげた。くれるの？さて、中身は。銅のゴブレット。え、いいやん。これで、飲み物でも。いいものゲット。さっちゃん喜んでいる。お、スキルレベルアップ。好きかも。二人はあげるを覚えた。相手が回復グッズを使い切っちゃった。そんな時に自分のをあげる。優しさやね。はい、それじゃあ。はい、みんなでお食事をね。お任せで。どうすか。やばい。チン。でも守備力が上がったから。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。
ウールの装束をください。あーでもなー、でもな、帽子と服のとこちょっと感覚狭いよね。あ、でもでも、あーダメだな、これペア旅行券かな。ペア旅行券 S クラス。はい、それじゃあ今回はあゆなとさっちゃん、レッツゴー。いってらっしゃいまし。あれ、あのたぬきちの帽子がなくなった途端にすごい、なんていうん、休日のお父さん感というかおじさん感の半端ない格好に。二人は旅行を楽しんだ。すっごく良かったね。うん、夢みたいだった。おー、いいねいいね、好きレベルアップ、どんどん上がってく。好きかも。二人は敵討ちを覚えた。相手が倒れた時に発動する復讐の一撃、許さない。いいぞいいぞ、そういうの覚えるのいいぞ。はい、それじゃあお小遣いで武器、お料理だが、ぜひぜひ買ってきてくださいまし。お、お料理だがを買ってきた。いいね、これで。あ、だから攻撃力めっちゃ低くない？え、超低いやん。そんなやった？もっと強いと思っとった、普通に。はい、そしてさっちゃん、おかしなマイク。買ってきて。お、いいね、いいね。これかわいいよね。普通にアイス食べよるみたいな。よし、持っていこう。はい、それじゃあ出発しましょう。決定。さあ、これでそこの宝箱、あ、まだ今からか。はい、次宝箱行こう。行くか。髪のセットバッチリ。あの小さい宝箱のことではなかったってことやね。大きい宝箱かな。お腹すいた。元気出して。元気とかの問題なのか。おー。あ、キャンディーさん気づいてくれない。代わりにさっちゃんが助けに来た。大丈夫、ありがとう。キャンディーさん気づいて。アイランさっちゃんに感謝した。よし。いいね。誰にも気づかれんかったらめっちゃかわいそうな感じやったけど。お、そろそろ。え、どっちに進むじゃ、上に行こう、上。もうちょっとかな。やでやで、ゆっくり。きっともうちょっとでできると思うよ。お、なんか落ちてる。あ、なんか落ちてるよ。さっちゃんは MP アメを1個ゲット。え、でもそんなにでかくなくない？でかいのか？わからないんだけど、まったく。お、来たー！開ける。さあ、中身は、ウールの衣が入っていた。いいね。はい、キャンディーさん。じゃ、これで、何がいいかな？これかな？オレンジ。いきます。かけっこ始め。めっちゃドベやん。やばい、めっちゃドベやん。はい。右側に進んでいこう。下にもなんかありそうな気はするけれど。お、でもあっという間にやべややった。やったね。正解の道やったね、きっと。はい、おはよう。お、なんか話しよるね。みんなの様子で、さっちゃんとあゆな。さっちゃんが掃除している。私もやろうっと。お、いい相乗効果だわ。うん、変わった。好き。レベル10到達。二人は身代わりを覚えた。相手をかばって代わりにダメージを受ける。君のためなら痛くないよ。素晴らしい。はい、それじゃあ、料理を、お任せにします。さあ、何かいいものを。おー、あ、でもさっちゃんだけ死んでた。さっちゃんだけダメだったか。なんてこったい。はい、ゲームコーナーのルーレット。水玉の鎧をください。経験値でもまあいいかな。
経験値割合だいぶ高いしね。来い。あ、これ帽子と服着そうじゃない？水玉の鎧。あ、お、やった、ギリギリ来た、やったね。ちょ、入らんかなって一瞬思ったけど。ゲット、景品、水玉の鎧をゲット、やったね。ということで、これは、あゆなに。あ、もうここはダントツでピンクです。はい。かわいい。かわいすぎる。はい、それじゃあ、お小遣いを。さ、武器、セラミックだが、これ買っていこうか。どんどん上げていくよ。攻撃力を上げていくよ。いいね。お、だいぶ強くなったやん、さっきまでと比べて。はい、そして、さっちゃんのマッチョのコーデ。マッチョー。お、マッチョのコーデ買ってきた。ムッキムキだね。もうリボンまでムッキムキだね。はい、ということで、ここは、金色でいこうか。もしかして今やめておいた？気のせいだよね。はい、怪獣の鎧。さあ、どうだ？お、やった！あ、でも一気に。せっかく今の水玉の鎧結構可愛くて気に入ったのに、一気に違うものに変わる。ここはこの赤系かな。よし、OK。あ、でも一応買ったは買ったんかな、さっきの。はい、それじゃあ出発しましょうか。よし、向かいます。やっぱりさっちゃんが着替えてない。盗賊の武器、ダガーを5種類集めよう。達成。いいね。順調。戦士の服、鎧を5種類集めよう。達成。次から次へと。お、誰かと誰かの好きレベルを10以上にしよう。達成。これ別に達成した剣って何からもらえるわけじゃないしね。はい、それじゃあ、向こう側に行きたいんやけど、ちょっと、分かれ道が、こっちから右に向かわんといかん感じかな。行くかー。アイドルの髪型いいな、ありがとう。何その、はいはいって。ミートピアの中でちょっと私、塩対応すぎません？靴に石が入ってるような、そういうのって気になるよね。とりあえず靴を脱いでみて、めっちゃ裏向けてコンコンコンってやったりとかするけど。はい、それじゃあこの右側に進んでいこう。まあ、マップ的に見たらね、右側だからね。お、ご飯が楽しみー。のんきだな。はい、開けます。360ゴールドゲット。やったー。そ、もうそろそろ着くね。はい、着いたー。ただいま。はい、ここで、またしても料理を。はい。あれ？あ、お任せで。お任せで。ごちそうさま。一瞬、お任せの文字が見えなかったわ。はい、そして、ゲームコーナー。ゲームコーナーでルーレットを。祈りの衣をください。HP バラの割合高いな。さあ、来い。お、お、お。あHP バラだった。はい、1本ゲット。まあ、最初のうちはね、結構回復で役立つから。はい、それじゃあ、お小遣い。お、アイナが探検家の鎧を買っておいで。お、探検家の鎧ちゃんと買ってきた。よかったよかった。それじゃあ、この赤いやつで。オッケー。赤とかピンクのやつかわいい。はい、それじゃあ、出発しましょう。もう一気にお金がなくなった。あっという間。はい、出発。そして、進めた。やっと進めたよ。
やっと進めたよ。行くか。ゴーゴーゴー。最初の出だしは毎回同じなんかな。行くかは毎回ある気がする。お、どうした？ウィスパー王子見つからないね。空気薄いし、もう帰りたいよ。高い位置にあるってこと？え、じゃあ帰る？え？もうちょっと頑張ります。おー。まあね、ちょっと弱音を吐いてしまっただけやのに、そういう風に真面目に返されたら困るよね。全速前進。んー、上に行こう。まずは上に行こう。急げー。そして、ベッドが恋しい。あとちょっとだ。きっとあとちょっとだから我慢しよう。開けます。お、ゲーム券を3枚ゲット。さっきもゲットしたよね。めっちゃいいやん。お、そろそろ来るんではないかい。決め台詞出ちゃう。決め台詞出ちゃうもんなの。お、宿屋に到着。そして好きレベルもアップ。好きかも。二人は敵討ちを覚えた。相手が倒れた時に発動する復讐の一撃、許さない。こんな状況になっとるのに、まだ好きかもとかいう曖昧なね。曖昧な感じで。はい、それじゃあ、食事を。お任せで。どうよ。マジでパフェとか無理なの？どういうことや。いや、でもほら、守備力とかいろいろ上がってるから。上がってるから、その辺はね。いいとして。はい、ゲームコーナーで、ルーレット。お、これ今回いけそうじゃない？半分黄色よ。虹色マイク。一瞬マスクに見えた。あー、これは。お、お、ペア旅行券 B クラス。さあ、今回はどっちかな？これは、は、さっちゃんと、あゆのね。あれ、前回も同じメンバーじゃなかったかな。運が持ってるわ、さっちゃん。しかし前回よりもだいぶしょぼい旅行になったけど。もう島の大きさからしてね。二人は旅行を楽しんだ。まあ、誰とどこに行くかの方が大事よね。こう、値段的なことよりは。はい、好きレベルアップ。あ、好き。シンプルに好き。はい、それじゃあ、お小遣い足りるかしら。西色マイク足りない。足りない。服は？足りません。はい、キャンディーさん、もちろん足りません。全然何も買えねえじゃねえか。もうどんどん貯めてこう。はい、それじゃあ出発。同じ4人のメンバーで、行きます。お、やっとびっくりマークのあるとこまで来たよ。さあ、ここに、隣の国の王子。もう明らかに態度が悪い。イラ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 。ん？隣の国の王子、ウィスパー！来たー。遅いぞ、バカ者。早く姫のところに連れて行け。こんなやつやだよ。なぜ一人で待っていたかと？実は怪物に襲われてな。俺は勇敢に戦ったのだ。だが部下たちが弱すぎたんだよ。クソ。仕方なく一人撤退して。ひゃっ。めっちゃ延々と口聞かされるやん。来たー、グリフォン。グリフォン、私さ、前にやった時にめっちゃなんか強かったイメージがあるんやけど。今回多分前回よりもレベルを上げているはず。上げてると思うから多分、いけるんじゃないかなーと。いや、どうでしょうか。大丈夫？キャンディー。言うてそれでもないよね。てか、隣の国の王子。隣の国の王子もさ、顔取っとけよ。俺が手を下すまでもないな。偉そうにしている。邪魔だ。邪魔だよ。どっか行けよ。連れて行きたくないわ、こいつ。まあ、あれよ。戦いの最前線に出しとこう、あの王子。もう全攻撃を受けるように。
いやよそ見しないで避けて。あー遅かった。眺めてんじゃねえぞウィスパー俺に挑むとはバカな奴らだ。お前のことなんて相手にしてないんだよ誰も。こっちだ、こっちに攻撃をしてきてるんだ。てかそこにいるんならさ、ま、攻撃はしなくていいから、じゃあ回復をしろ回復をすごい邪魔なんだけど。何あいつ。あーもらい泣き、嘘泣きにもらい泣きしてしまった。はい HP バナナ、回復大事よ。おいまだ終わらんのか、うるせえなうるせえな、黙れよ。キャー、うるうる、涙でよく見えない、大丈夫か。いけさっちゃん、いくよジャンプギリン。おおおお、いやあ、つらい、つらい。じゃあ手を下さなくていいから、こっちに、こっちに手を貸せよ。回復をしろよ。キュア、追いつかない、回復が追いつかないよ。サッチャの人気が落ち着いた、落ち着いてしまった。さあみんな頑張れ。あーキャンディーさん、キャンディー初めての好き行動、敵討ち。お、キャンディーの敵を撃つ。いいぞ、いいぞ。あはなに、隠れないで。あ、あゆな、そりゃ怒られるよ。おー、いいぞ、いいぞ。ゆっくさんがめっちゃ泣きそう。結構頑張ったね。ウィスパーのせいで。お、特上ローストグリフォンゲット。これは分け与えてあげる必要はないね。あー一人で何やってんの。我ながら見事な剣さばきであった。いつどこで戦ったんだ。おー城が見えてきたぞ。みんなのイライラが初音ミク姫よ、愛しのウィスパーがすぐに参りますぞ。いや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 、お前にとっての初音ミク姫が愛しのなだけで、あっちにとっては何も愛しくないので何一つ愛しくないので、その辺ちょっと誤解しないでいただきたいわ。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。